今日のニュージーランド戦では、ホームで勝利という最低限の目標は達成できたとは思っていますが、アジアカップに向けてまだまだ準備をしなければいけない部分がたくさん出た試合でもあると思っています。アジアカップでは、まだ女子はアジアカップを取ったことがないので、チーム一丸となってアジアカップを持って皆さんに戻っていきたいと思っています。